さあそれではスタメンご紹介しましょう。まずホームの岡山です。ゴールキーパーは金山です。ディフェンスラインは右から川野、浜田、井上、そして今日も左のサイドバックには下口が入ります。そして今日は J リーグのスタメン初となります引田が名前をここに連ねています。今日はボランチ白井と組みます。右に上条、左が木村、そして今日のツートップは斉藤と山本というファジアの岡山です。さあ変わりましてアウェーの水戸ホーリーホックなんですが、こちらは前節と比べますと5人変えてきました。ゴールキーパーが丹江川、そして右からディフェンスラインは柳沢、住吉、タビナス、そして今日は三国が左のサイドバックに入ります。中盤の底には鈴木が入って、その前インサイドハーフには木村と森、そして前3枚はブランノア健信、中山、そして安藤という、こういうメンバーになりました水戸ホーリーホックです。森、さらには木村、そして柳沢、中に出して鈴木、さあこのボールを取った、さあ前3枚いるぞ、斉藤ボールをゆっくりと運んでいって、ここでさあどうだ、狙っていく引きだ。水戸のね、ここ鈴木選手のところボールを奪って、そのまま引田選手がね、外に流れながら斉藤選手からボールを受けて、少しね外流れ、さあ今度は逆サイドからのコーナーキックになります。岡山です。先ほどからちょっと油断していたプレーもありますが、ここはニアに入れてきます。頭で狙っていってプレー、とポストに当たって、上条、ゾーンで構える水戸、中へこぼれていって、さあシュートを狙っていく、決まった。決めたのは下口、詰めていました、岡山、下口。もう相手も味方も全員見えるところに立っていましたね、でこのボールの状況を見ながらね、ここに入っていきましたね、冷静に決めましたね。ここでこぼれたボール待っている人はね、はい、本当、さあ木村、さあここにブラウンドがいます。そして中山ですが、いい守備を見せたのが浜田、そしてこのボールが通ると面白い。こちらのサイドには木村がいます。木村は仕掛けがあります。木村、中にゆっくりとボールを持って入って、サイドを変えて、そして上条、中を見てシュートを狙っていくが、クロスバーの上だったら上条選手はね、シュートを枠に飛ばしてきます、ね、さあ平野どうでしょう、距離ありますけれども狙ってきますか、それとも直接狙ってきた、いやいいところ狙ってきました平野。回転を蹴るような、ですね、ボール回転していないですよね。ですね、しっかりとミドルゾーンでブロックを作りながら、はい、仕掛けてくるところを狙う。さあ松崎中に入っていく、そしてカットインしてシュートを狙っていくか、いやここで中に入れていって、どうだ、さあ中山行く、中山行く、どうだ、やっとこれは最後中山でしたでしょうか、それとも中山選手冷静でしたね。岡山もこれカバーしたんですがね、ここで思い切ってね、打たないところがね、はい、本当こう中山選手の良さですよね。そうですね。さあボールを運んでいって、ここで下口、中へ出していくが、どうだ、ヘディング、ゴールキーパーの三重の正面、今のシーンです。下口選手のね、福本選手を狙った、これを剥がそうというところなんですが、まあ、前半以上に前の位置からプレッシャーをかけていきます。これを奪って、そして中山ヒールで後ろへ、さあこれ裏へ抜け出した、これはオフサイドではない。さあ松崎対峙、決めた、松崎、オフサイドありませんでした、松崎、逆転のゴール。今のシーンです。この辺りでね、はい、どっちのゴールになるかというところでしたけども、前向きの、パスで松崎選手がね、うまく抜け出しましたね。いやこれは素晴らしいボールが入って、ちらっと横を見て、最後はね、少しこう、はい、余裕を持って周りを見ながら、キー
パーと駆け引きしながらね、逆サイドに左足で松崎、これに体を入れて岡山がボールを取ろうというところなんですけれども、ここで長い笛、試合終了。水戸逆転で勝ち点3を手にしました。ここまで連敗できていた水戸、ここで連敗をストップして、またこの3連戦の初戦を取る大きな勝ち点3になりました。水戸が2対1で勝利を飾っています。